こんにちは、ウィルツアーです。ゴールデンウィークの福岡発着おすすめの国内旅行、今回は第3弾になりますけれども、今回もおすすめの4方面をご案内いたします。まずこちらですね、5月の4日の出発、広島フラワーフェスティバルと秋の宮島2日間です。宮島はですね、1年中人気の観光地で、最近はテレビとかでも紹介されてさらに人気が出ております。宮島島内はですね、案内人付きで、見学できる充実の村になります。もちろん厳島神社にも参拝いたします。で、広島のですね、これフラワーフェスティバル、これ参加するんですけれども、これがですね、実は博多のどんたくと並んでですね、ゴールデンウィーク中に日本国内で開かれるフェスティバル、お祭りの中で、最大の動員数を誇るお祭りだそうです。はい、で2日目も、花に囲まれた1日になります。芝桜とかですね、鑑賞する形になりますけれども、チューリップ祭りということです。昼食はですね、セラノワイナリーに参ります。ミニ SL が走っておりますので、大人も子どももワクワク体験という形になります。はい、で2つ目がですね、こちら、ハウステンボスです。世界花火師協議会と、新世界三大夜景の長崎に泊まるという2日間のプランになります。料金はこちら25,980円からですけども、国内でただ一つのですね、世界トップレベルの花火師を競う大会の、今回予選という形になります。花火とですね、音楽のコラボレーションが見ものですね。で、宿がですね、1000万ドルの夜景ということで、言われております。長崎に泊まります。長崎日照館でございます。もちろんお昼間はですね、ハウステンボスをお楽しみいただきたいと思っております。3つ目、これですね、日光東照宮です。北関東の2大温泉、草津と鬼怒川をも満喫できるプランでございます。日光東照宮はですね、専門のガイド、一般的なガイドさんじゃなくて専門のガイドさんに案内していただきますので、詳しいことまで説明が聞けます。平成の大改修を終えたですね、美しい陽明門など堪能ぜひしていただきたいと思います。で、鬼怒川はですね、最初申し上げましたように、5つ星の鬼怒川温泉ホテル、個人ではですね、なかなか高級なので、なかなか泊まれないホテルでございます。はい、それから長野の善光寺もですね、ちょっと順番逆になりますけども、ガイド付きというのをちょっと補足しておきます。はい、で、駅弁大会、での、行列でおなじみのですね、荻野屋の釜飯弁当も昼食でご用意しております。はい、で最後はですね、こちらですね、オリーブ、こちらのオリーブと寒華系、魅惑の小豆島周遊と小豆島温泉大会席の2日間という形です。こちらでですね、小豆島は、女性に人気のですね、エンジェルロードに歩いていけるという、そして、新鮮な魚介料理で有名言われております、小豆島の、ホテル、温泉ホテルに泊まります。エンジェルロードは大切な人とですね、手をつないで、渡るとですね、願いが叶うというロマンチックな、話がある場所です。今回いかがでしょうかということです。もちろんですね、オリーブ園にも、手延べそうめん、館がありますので、そちらに、立ち寄りますということで、以上、でこの画面のですね、下にですね、詳しい内容の URL 貼り付けておりますので、そちらもご覧ください。ぜひよろしくお願いします。